あ、森井さんありがとうございます。先ほどこちらこそ。ありがとうございました。はい。ぜひとも桜梨さんの,方のチャンネルで、まあ、僕と森井さんの、まあ、対談といいますか、まあ、いろいろね、宗教学なし、サッカーの話、ね、マージャンとサッカーの共通で話していますので、ぜひともそちらの方をご覧ください。田中王、ウエストハムの噂。まあね、サッカー合ってる合ってないじゃなくて、普通にね、あのー、あれ、タケタみたいな選手も取るからね、ブルーの、ウエストハムね。 シティもライス狙ってるみたいですよ。あとユナイテッドもさっき見ましたね。まあでも競合がたくさんいた方がね、それだけ値段つり上がりますからね。ライス陣営としてはいいでしょう。ライス陣営っていうか、ウェストハム側としてはいいでしょうね。まあ、ライスの方のね、代理人も移籍のパーセンテージもらってたらそういう風にそっちにプラスあるし。